はい、本日はですね、こちらのアークテリクスのマカ1を紹介していきたいなというふうに思います。で、僕以前ですね、2ヶ月ほど前にマカ2というものを紹介してて、マカ2、マカ1っていうのがあるんですけど、その2の方を紹介してて、今回1の方を買ったんですけど、それが何が違うかというとですね、まずここにあるんですが、こちらマカ1というものになってて、この後ろにあるのが2ヶ月前から購入してるマカ2というモデルになるんですけども、僕がですね、今年の上半期買ってよかったモデルっていうので、このマカ2が一番良かったですっていうお話をしたんですが、それなら全く同じ形をしているこのマカ1もちょっとレビューしたいなっていうところで、今回レビューしていくんですけど、これパッて見てもらったらですね、よく見たら、ちょっと大きさ違うなっていう感じだと思うんですけど、その通りで大きさだけが若干違うっていうことで、それ以外にやったら若干値段とかが違うかったり、重さが違うかったりとかはあるんですけども、結構マカ2とマカ1を考えられるというか、こう買うときって結構マカ2を買う方の方が多いと思うんですけど、もしかしたら少数でもこのマカ1の方がいい人もいてるんちゃうかなというふうに思って、一応今回購入してレビューしていくということになっているので、どうせやったら両方ともありますので、比較しながらご紹介していきたいなというふうに思いますので、今日の流れとしてはですね、まずこのマカ1、マカ2の同じ部分っていうのがどういうところが同じですよっていう話して、で次にマカ2、マカ1の違うところ、ここはちょっとちゃいますよねっていう話をして、でその次にこのマカ1の方であればどれぐらいじゃ入るんかっていうのを、マカ2と比較しながらそこも見ていって、でその後に実際かけた感じ、こうショルダーとしてかけた時に大きさがどれぐらい違うのかとか、僕178なんですけど、男の人やったらこれちょっとちっちゃいよねとか大きいよねとかっていうのをこう見てもらって、で最後にこのマカ1のおすすめの人はどんな人ですよねっていう話をして終わりにしていきたいなというふうに思いますので、デメリットとかは言うたらもうほぼほぼ一緒になってるんで、デメリットはこのマカ2の時に喋ってるので、それでいいかなと思いますので、それでは早速同じ部分と違う部分っていうのを別アングルから見てもらいたいなというふうに思いますので、そちらの様子をどうぞ。はい、それではこの角度からお送りします。まずこちら右手にあるのがマカ1で、こっちの左手にあるのがマカ2ということになっております。で、まず同じ部分から見ていきたいんですが、これパッて見てもらったら分かると思うんですけど、形全く一緒なんですよね。もう使われてる素材から形までもう全く同じになってて、パッて見てもらったらこれは分かるんですけど、同じになってて、でその次にさらにはポケットですね、ポケットの数とかも全く同じで、この前がまず1個ありますよと、でこの中に、中の形状、色とかも同じになってて、さらにこの中央のポケットとか、メインのポケットもジップが2つあって、これを開けてあげると、仕分けが中にあって、でこのように、仕分けあって、さらにこの中側にはジップもありますよっていう、もうほぼほぼ同じというか、もう全く同じような仕様になってて、最後のこの背面にはスマホが入れれる、ポケットがあるという感じになっております。ということで、でその次はですね、紐ですね。ここに紐あるじゃないですか、肩にかける、でその肩にかける紐っていうのも全く同じ、太さになってるんですよね。だからマカ2が大きいから太いとかじゃなくて、もうマカ1もマカ2であろうが、もう同じ太さで作られてて、さらに素材も全く同じという感じになってて、そして次はですね、キークリップも同じようにあるんですよね。全く同じ場所なんですけど、この前のところにキークリップといって、鍵とかをね、挟んだりするやつなんですけど、これがあったりするということになってて、さらに同じように撥水性もあるので、多少の水であれば対応できますということになってるんですが、これはもうマカ2の時も紹介してるので、割愛はしていくんですが、次に違う部分でどこが違うのかっていう感じになってくるんですけど、パッて見てもらったら、まず大きさですよね。大きさがこのマカ1の方っていうのは横幅が17センチになってて、こっちのマカ2に関しては21センチなんで4センチ大きいんですよね。で4センチこの大きいのが、そんな違うんかっていう感じなんですけど、これが後々結構変わってくるんで、後々はお話していくんですけど、その次が高さですね。高さっていうのがこれが14センチになってて、こっちが19センチなんで5センチ大きいんですけど、そういった感じと、あとはこの奥行きというか、このなんていうんですかね、奥行きですよね。その奥行きに関してはこっちが6センチ、マカ2が6センチで、マカ1は4センチになっているので、もちろん入る量もそれだけ違うということになっていますと。で、次が気になるお値段の方ですよね。お値段の方はですね、このマカ1の方が4500円の消費税っていうのがおそらく定価だと思います。で、このマカ2が5000円の消費税っていうことなんで、5500円ぐらいになっているので、もともとの、料金としては500円ぐらい値段が違うだけなんですけども、500円違うだけでも結構容量は変わってくるんかなという感じですね。でさらに次が重さになってるんですけど、これ重さは実は測った方が分かりやすいかなと思うので、測っていきたいなというふうに思うんですけども、このマカ2の方、マカ1ですね、
ね、このマカ1の方の重さっていうのが一応公式サイトの方では 140g と書かれてあるので、まあ、パッて載せてみるとですね 153g ということで、これはタグがあるから重いんでしょうということになってますので、まあ、一応 140g ですね。でさらに次、マカ2の方は 170g というふうに公式サイトでは書かれてあるので、これもパッて載せてみると乗らないですね。どうやったら乗るんでしょうか。あ、乗りましたね。 176g っていうことになってて、ちょっとなんでか知らないけど重いんですけども、一応公式のサイトの発表ではこのマカ1の方が140、マカ2が170ということになっているので、だいたいその差 30g の重さ、まあ30やったら背負っててめちゃくちゃ変わるんかっていうのはあんま変わらないんですけど、まあ、僕が実際背負った背負い心地としては重さよりも大きさの方が若干違うなっていう感じはありました。以上がこのアングルからお届けするタグ像になっております。はい、ということで見てもらったかなというふうに思うんですけども、まあ、実際じゃあ今からはどれぐらい入っていくんかっていうのを見ていきたいなというふうに思います。まあ、まずマカ1の方から分かりやすくこれタグついてるので、こっちのマカ1の方がどれぐらい入るのか見てもらいたいなというふうに思うんですが、早速ですね、ちょっと僕いろんなもん入れちゃってるので、これ一回出していきますね。パスポートとかいろいろ入れて、通帳とか入れてるので、これちょっとまずいものないちょっと出しておきますね。はい、ということでこれで OK なので、紹介していくんですけども、このマカ1の方っていうのがですね、先のマカ2との大きさの話してたと思うんですけど、横幅がこっちが17センチ、マカ1が17センチでマカ2は21センチっていうことで、その差たった4センチだからあんま変わらんのちゃうんっていう感じなんですけど、そのたった4センチがこれ実は微妙に違うかったりして、何が違うかというと、一番決定的に違うのがこの長財布なんですよね。でこの長財布っていうのがマカ1の方であればちょっときついんですよね。っていうのも入らないんですよ。まあ、ギリギリ入るかどうかわからないんですけど、ちょっと財布をこうちょっと曲げた状態で入れないと入らないっていうぐらいもうキツキツで、まあ、無理やり入れようとすれば入るかもしれないんですけど、この段階でもうパンパンではまってないんですよ。だからちょっとギュッて曲げてあげれば入るんですけど、まあ、これ普通に大人の人から考えれば入らないっていう範囲やと思いますので、マカ1であれば長財布入らない。なので、まあ、代わりとしてこういう折りたたみの財布、まあ、これちょっとカードケースになってるんですけど、まあ、こういうのをまずポンと入れていきますよということになってて、その次はですね、まあ、多分僕の視聴者の方っていうのはですね、まあ、こういうのってハンカチじゃなくて、まあ、多分おそらく皆さん手ぬぐいを持ってはると思いますので、まあ、ちょっと江戸っ子気質というか昔ながらの人も多いと思いますので、この手ぬぐいを中に入れていって、でさらにこういった街中で配られているティッシュですね。で、まあ、このティッシュの場合はちょっと怪しげなピンクのタイプではなくて、これパチンコのやつなんで全然見せれる合法のタイプなんで、まあ、こういうのも中に入れていくと。でさらに、まあ、例えば色男の方とかであればこういうリップクリームは必需品になってくると思いますので、まあ、そういう方とかやったらこうやって前にポンってこれを入れてあげて、で他にはちょっとまあ時間が空いた時とかはこうやってエアポッツを聞きながら待ち合わせしたりとか、あとまあ待ち合わせしてる女の子ナンパしたりすると思いますので、まあ、これを一番前に入れていくということになってて、まあ、ちょうどこれでいい感じのサイズ感というか大きさになってて、多分これ以上入れていくとこうカバンのシルエットが崩れてくるというか、まあ、ちょうど横から見てもらったら分かるかなと思うんですけど、まあ、本当にいい感じなんですよね。これ以上入れると多分モコモコしてくるし、で窮屈感が出てくるというか形がいびつになってくるので、まあ、ちょうどいいサイズ感かなと思います。で一番最後のところはこの、スマホを入れるところに、スマホをポチッと入れてあげるというのがもうぴったりな合わせ方になってて、これちょっと僕 iPhone X なんであれなんですけど、 iPhone11Pro とかワンサイズ大きいやつやったらちょっとどうなんですかね、サイズ的にはみ出るんかな、ちょっとその辺分からないんですけど、僕が一応持ってる iPhone であれば本当にマカ1であればこうジャストですね、ぴったり縦の長さがジャストになってるので、まあ、iPhone 系に詳しい人やったら分かると思うんですけど、 iPhone11Pro とかが大きければちょっと入らへんかもしれないっていう感じになってますね。これがマカ1の、大体の収納かなと思います。これ確か 1.5 リットルかなんかやったと思うんですけど、それぐらいになってて、次やっぱ3リットルぐらいになってくると、この荷物をまんまこっちに移してみるんですけど、めちゃくちゃ楽勝で入るんですよね。ではまず手前に入ってある、エアポッツと、あとは色男リップクリームですね、これを入れて、で次はこの真ん中のところに入ってある、ピンク系じゃないティッシュと、あと手拭いと、あとはカードケースですね、これを入れて後ろにスマホを入れていくという感じになってって、それでもまだまだ余裕なんですよね。なんやったらこのメインの収納に関しては1個使ってないっていうかぐらいガラス機で、これさらにこっからまた長財布も入るし、例えば河川敷なんかで拾ったこういう石ころとかもまだまだ入ったりするので、サイズ的にはやっぱりこのマカ2は結構容量が入
るんですけど、このマカ1に関してはもうこんな全然入らないので、まあ、パッと見の見た目はそんな変わらへんかなと思うんですけど、実際物を入れていくと結構違うっていう感じにはなってるんかなと思います。ではですね、次は背負ってみてる感じにはなるんですけども、まずじゃあマカ1の方からいきましょうかね。マカ1の方から、まあ、多少荷物は若干入ってるんですけど、まあ、こういった感じですね。まあ、男性が普通に背負うんであれば、僕は178センチなんですけど、まあ、これやったら本当にこう小型のバッグをちょっとつけてるなっていう感覚で、ちょっとこれ邪魔やな、まあ、こんな感じになってるんで、まあ、本当にまあ小型な感じですね。夏場とかやったらちょうどいい感じかなと思うんですけど、冬場でアウターがゴワゴワしてくると、まあ、これいんのっていうぐらいの大きさかなと思います。で、対して次がですね、これがマカ2になってるんですけど、やっぱりさっきのマカ1に比べるとちょっと存在感はありますよね。ちょっと大きめな感じになってて、マカ1がこれなので、それに比べるとちょっとまあリュックというか、まあカバンまあ持ってるなっていう感じで、これが前になるんですけど、後ろに背負ってみるとこんな感じですね。まあどんな感じで見えてるか分からへんけど、こんな感じです。で、これがマカ2で、次マカ1の後ろがこんな感じですね。で、背負える感じです。なので、まあ男性で大柄の方からしたらちょっと可愛すぎるかもしれないんですけど、逆に言えば女性の方とか背の低い方とかはマカ1の方が見た目のシルエットは綺麗なのかなと思います。はい、というのがですね、以上マカ1のまあ紹介にはなってるんですけど、まあ、最後におすすめの人がどんな人がおすすめなんかというと、やっぱりこれまあパッて見てもらったら分かる通り、マカ1とマカ2って絶対悩むと思うんですよね。で、その時にあえてマカ1を選ぶっていうことは、やっぱり軽量なんがお好きな方、より軽い方がいいとか、とにかくコンパクトなんがいいっていう人なんかはこのマカ1の方がおすすめかなというふうに思いますし、まあ、さらにそれ以外やったらもう完全に使用用途が決まってる方とかもこんなんはいいかなと思って、まあ、例えばなんですけど、もう僕はですね、これ多分私服であんま使うことはなくて、どっちかって言ったらもう通帳ケースとかにしちゃって、銀行とか行くときはもうこの中に通帳全部入れてて、あとは印鑑とか掘り込んだ状態で、これはもう銀行用というか、もう大事な書類というか、大事なあの通帳とかが入ってるようなカバンとしてパッて背負って銀行行ったりとか、ちょっと出かけたりとかするような使い方をしようかなと思ってるので、まあ他の人とかやったら、例えば薬を入れる用のカバンとしてもう持ち歩いちゃって、普段はリュックとかに入れといて薬バッグとして使うっていうのもありだと思うんですけど、まあメインとしてこれを使いたいんやったら、やっぱり軽量な人とか、あとミニマリストみたいに物が少ない人だったら全然これでこと足りると思うんですけど、まあ、僕私服とかで使おうと思うと、これやとちょっと僕にはちっちゃすぎるので、まあ多分こっちのマカ2になってくるとは思うんですけど、まあおすすめの方はそんな感じになるんじゃないかなというふうに思います。はい、ということになってですね、まあ以上がマカ1とマカ2の比較ということになっておりますので、まあ、パッと見はそんな変わらんでいう感じなんですけど、まあ使い出したら結構地味に違うというか、うわここ入れたいのに入らへん、これ財布入れたいけど入らへんみたいなのがちょっとあったりとかするかもしれないですし、逆にちょっとこれ大きすぎてかさばるとかっていうのもあるかもしれんし、まあ、ちっちゃい方がいいってなるかもしれんし、まあその辺はわからないんですけど、まあ、微妙に違うだけで微妙に使う用途って違うので、まあ、参考にしていただければいいかなというふうに思います。で、最後にですね、このアークテリクスって、まあ、毎回言うんですけど、この偽物とかが特に多いらしくて、ノースフェイスとかパタゴニアもある分はあるらしいんですけど、特にこのアークテリクスは値段が高い分偽物が多くて、ちょっと安い、普通の定価よりはちょっと安いぐらいで売られてたりするらしいので、なんか結構騙されて買う人とか多くて、まあ正規品を買わないと次修理とかの対応とかもしてもらえなかったりするので、安く買えたらラッキーと思ってても、実際あ壊れたから持って行って修理してもらおうと思って、まあ修理なんかは別にどこの店舗持ってっても取扱店やったら修理してくれるんですけど、取扱店にパーって持ってったら、これ正規品じゃないから修理できませんって言われたりとかする可能性とかはあるので、まあ購入されるんであれば、僕は必ずそうなんですけど、正規取扱店でしか買わないようにしてるので、後々損するので、まあ、あまり安いものとかはちょっと狙わん方がいいんじゃないかなというふうには思います。また一応購入した正規店は下のリンクは貼っとくんですけども、まあ、その辺を気をつけていただければいいかなというふうには思います。ということになってますので、本日はですね、マカ1とマカ2の比較をしてみたという動画になっております。また別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。